テックは、というわけでオリックスカーシェアのカードをゲットしたので、手始めにフリードハイブリッドに乗ってみます。これが連続史上2台目だったのですが、このカードなくしました。はぁ？この時はあったのにさ、なんか返そうと思ったら、どこ探してもなかったんだよね。ドアを閉める音には、現代車らしい剛性感を感じます。木目調のインテリア、アイオニック5のような優しさと、住居みたいなぬくもりがありますね。小物入れっぽい場所が多いけど、絶対横 G で転がってうるさくなる。足元がとっても広いな。ウォークスルーで左にも後ろにも行ける。ステッカーとはいえ、明るい色が入るだけで、一気にリビングルームみたいになるんですね。上下方向にもバカみたいに空間が広く、車内は完全にミニバンですね。随所にプラスチックが入って、大衆車価格なのを感じさせられるけど、空間の作り方は素晴らしい。この辺の操作ボタンも大きくて見やすいですね。スライドドアは電動です。うっかり膝が当たって、ドアを開けてしまうというアクシデントも、未然に防げる機能付き。ドアにも収納もどきがあるけど、薄くて使い勝手が良くなさそう。ここは室内スペースより容量重視で良かっただろうに、謎のトレイがあるんだけど、所有すれば使うようになるんでしょう。ミラーのさらに上に、謎の広角ミラーがあります。死角と後ろの席の確認に使えますね。開けてみたいでしょう？見たい、なんて言わないからな。というわけでこういう車だし、2列目も座ってみようか。その前にエアコン操作パネル、物理ボタンで、すべてがすっと手を伸ばせる位置にある。随所で光る、人間工学的な使いやすさ。これぞホンダ車の車作りですな。3列目は、横に向かって跳ね上げて収納するようです。床を低くできるのかな？面積が大きいテールゲートですが、重さは感じるけど、開け閉めは辛くないです。当たっちゃうねー。後ろに詰めて止めちゃうと、トランクは開けれないな。この低さよ。バカのっぽな背丈してるのと、実用性最重視設計のおかげで、積載性抜群。閉める音は、フレームはちゃんと、乗用車として安定して走れるよう作られている。そんな印象を受けます。さすがに立ったままじゃ入れないけど、無駄に背が高いのと、左右方向にも開口部がでかいおかげで、乗降性も抜群。なんかシートが立ってる感じがして、快適には座れないけど、ガラスの面積ゆえ、視界が広い。これは酔いづらそうと思えるものですが、後でレポートする足の完成度ゆえ、微妙かな。安いプラスチックだよな。カラーとデザインで、苦し紛れにおしゃれさを担保。カップホルダーも忘れない。でもドアに小物入れはない。ここにもカップホルダーはないし、中央だけ倒すことはできません。左単体と、中央プラス右の一体構造。倒そうと試したけど、そもそも一体型やんと気づく。ファブリックシートは、柔らかかったり、沈みながら包んでくれたりはしないですね。片側にだけバックポケットがあるという謎。アームレスト装備はポイント高いよ。おまけに足元が広い。座れば上下方向にも、バカみたいに広い。楽で運転席に行けますよ。何にも苦しい要素がない。アームレストがちょっと邪魔だったな。戻してから行った方がいい。この前後だとサンバイザー役に立たねえだろと思ってたら、ちゃんとオーバンサイズになってるので、対策済みでしたね。そろそろ行きましょうか。スモールランプを消してください。いきなりだけどさ、これ出すの無理だろ。右奥のロッキーの方が、それは辛かったけどな。フリードの列の車、全部オリックスカーシェアだし、この駐車場は軽と二輪専用にした方がいいレベル。左に出すのは諦めて、ぐるっと一周することにしました。視点が高くて、小回りも良好ですね。バックギアに入れると、メーター内で打角連動のなんかのアニメーションが出るな。視点が高い。そして周囲の視認性にも優れているので、こういう場所でも辛さはないですね。はぁ、ハンドルがプラスチックだ。軽くて回しやすいのは、こういう車庫入れの時最高だが、走りにどう響くか、バカのっぽな形状に戸惑いつつ、ホンダが作るファミリーカー、外から見えない様相、さあ確かめよう。なんだこの、鉄板をパンパン叩いてるみたいなウインカーの音は。遊び心があって面白いですよね。不快な高音を省いたような、そういう音作りを感じる。ハイブリッドシステムは、時速4キロくらいで、もうエンジンをかけちゃうようですね。軽いのか、モーターアシストが効いてるからか、出だしはスパッと加速していきます。もっさりしてなくていいですね。交差点の右折も、ガラス箱みたいな形状と、細いピラーたちのおかげで、ほとんど死角がないし、車幅感覚も、もう箱なのよ。高速域の燃費や走行性能に、ダイレクトに響いてきそうなバカのポップリ。
街乗りではちゃんとメリットを受けられます。メーター内部のインフォディスプレイはハンドル右下側の操作部を奥から手前にカチカチやれば切り替えられる様子。とりあえず定番スペックな。車両重量は約 1.4トン、最小旋回半径は 5.2メートル、前後に 4265mm、横幅 1695mm、背丈は 1.7 メートルあるそうだ。乗りやすいサイズ、軽い出だし、バカのっぽっぷり、良好な小回り、数値を見て納得。この試乗動画、GoPro の最大画角で撮ってるんだけど、あからさまに車内広いでしょ？乗ってて戸惑うレベルに背が高いです。こんなにいらねえだろ。空気抵抗大丈夫かよ。大丈夫じゃねえよな。ハンドルはこの手の車らしく、とても軽い、すっかすかな味付け。遊びはほどほどにとってありますね。ハンドルが軽すぎるから、ちょっと切ると大柄に動いちゃう。あと意外なのが、多段式 AT なんですねこれ。不快じゃない変速ショックがあります。車重が軽く、視点が高くて視界も良くて、ちょっと踏むと大きく出る。ジャパンタクシーもこんな感じなのかな。一応エコカーとして作られてるはずなのに、やっぱ軽いからなんでしょうね。しっかり加速してくれて、合流もストレスフリー。乗り心地が、ちょっとよろしくないかな。段差どころか、軽い路面の有機も拾ってしまって、それで大きく上下に動いてしまう。ガタンと一発、単体の段差を乗り越えた時の、乗り心地としては悪くないんだよ。硬くはないし、突き上げもない。でも逆に、ふわふわしすぎていて、動きに落ち着きがないかな。おっとっと、かなり大回りしましたね。交差点の左折位置ことっても、減速とターンのタイミング合わせは難しいぞ。特にこういう、ハンドルスッカスカでロールも大きい車だと、一体感がないからな。突然ピカッと光るのではなく、じわっと明るくなるハイビーム。夜間でも見やすくて、安心感がありますね。やっぱバカでかい箱してるから、動きも大きいよな。揺さぶった時の印象としては、カーナビ、あの高さに重心があるような動き。ロール量もとっても大きいんだけど、一定のところでビシッと止まってくれるから、不安感、不安定感は全くないですね。今手を伸ばしているところは、メーターの明るさと、トリップメーターの設定ですね。回生ブレーキの効きに応じて、緑のバーが左に伸びていくのも見えるな。回生だけでもそこそこの減速 G を出せるあたり、モーターの出力には余裕があるようだ。インフォディスプレイを触ってるけど、かなり見れる項目多いですよ。見て、タコメーターまである。ハイブリッドカーには欲しい燃費表示もある。これなら運転していても飽きないですね。緑のソナーみたいなやつは、多分エコアクセルモニターだと思います。新車価格は、安いグレードでも、270万円くらいだったようですね。その割には、内装のコストダウンや、足のバタつきが気になってしまいます。全く硬さはないんだ。段差の硬さで乗り心地が悪いんじゃなく、逆に収まりのなさで良いそうになるんだ。今ワイパーを動かしてみましたが、面積大きいガラスも、しっかりカバーされますね。でもそうじゃないんだ。ダラダラ走ってて、一番残念なのがこの足なんだ。使い勝手、抜群にいい。パワートレイン、エコ VTEC で素晴らしい。内装、安いけど小物入れがたくさん。ハンドルとシャシー、ファミリーカーなんだし、まあこんなもんよ。高負荷時にロールが収まるから、急ハンドル切っても安全に動いてくれるのは高評価。でもこの足がダメなんだ。せめて、減衰力をもう少し上げてくれ。空気圧は25くらいは足してみたい。動きの収まりの悪さ。これに尽きるぜ。空気圧を高めて改善しないなら、減衰力がいじれる車高調を入れてみるしかない。ホイール変えるついでに、インチアップもしてみますかね。でも、そこまでしてミニバンに固執する理由。あらら、車来てましたわ。軽いからか、ブレーキもしっかり効いてくれるんですよ。かなりの減速 G を出して止まれるのは、頼もしい限りですね。さあしっかりアクセル踏んでいくぞ。低速域からかなりしっかりと加速してくれるので、動力性能には何にも不満がありません。下道しか乗らなかったが、これだけ加速力があれば、余裕すら味わえるレベルだな。対向車の一瞬の切れ目で、原付高自転車を抜く。新東名を120ちょいで走る、そういうのも余裕なんじゃないでしょうか。新東名の路面ならね。東映面積？これだけ加速力あれば、まあなんとかなるっしょ。今の左ちょいカーブ、直前にロッキーに乗ったんだが、あっちはあからさまにフロントが逃げた。でも、こっちのフリードは、そこまでアンダーがひどくないな。こっちもフロントが逃げていく感はありますが、なんかフロントのスタビを強めてそうですが、カーブも曲がりやすいんですよね。重心とロールの大きさ、足のふにゃふにゃ感は、ファミリーカーだし、しょうがないのかな。でも、感覚を研ぎ澄ませてみれば、ホンダ車が Nボックスにもやった。車として仕上げる。
その作り込みが見え隠れする。ドアを閉めた音からも感じるボディの剛性。いや運転していて、プリウスほど剛性感は感じないがな。そして冒頭の V テックンバー加速と、一定のところでスパッと収まるロール。開発時はサーキットでタイヤ鳴らして走らせて、その領域でも足回りをセッティングしてある。そういう、根のところでしっかりとした動きですね。このフリードなら、ゴールデンウィークの中央道でも、横転はしないだろうな。ファミリーカーとして見た目からバカにされるだろうけど、中身の、その奥底がちゃんとしてるじゃないか。さてこのソナーみたいな斬新なメーターですが、加速中に、アクセルを踏み込むと、フリードが前に出ていきますね。街道を抑えると中央に戻っていって、踏み込むと、エコという理想から、現実のフリードがはみ出していく感じ。速度計の下側も、アクセル回路に応じて色が変わるんだな。走行中でも、アクセルを抜いてしばらくすると、ちゃんとエンジン切ってくれるんですね。ちゃんとハイブリッドカーしてる。というわけで安全そうな直線に出ますので、少しだけ全開加速テストと行きましょう。音だけ聞いたら、90年代のタイプ R と区別つかないんですけど、機械的に VTEC の機構が入ってるのかは知らないけど、この加速感は VTEC してる。断言していいです。すっかすかなバカのっぽだと思ってたら、ズドンと VTEC ロケットで吹っ飛ぶんだから、ホンダ車って変態的だこと、ここでローレンジを試してみましょ。動作がよくわからないですが、回転数を高く保って、エンジンブレーキと、突貫加速に備えてるのかな？面白い車ですね。走りの要素じゃオデッセイに遠く及ばないけど。そうなんだよな。走りの要素じゃ、オデッセイだかストリームだか、シビックだか、いろいろいるんだよな。私、免許取り立ての頃、ステーションワゴンだった頃の、親のオデッセイアブソリュートに乗ってたって話したよね。そっちでいいじゃん。こんなバカのっぽな車体いらなくね。積むもののサイズによるよな。座った時の車内空間なんて、そんなに変わらねえだろうし。毎週末高速道路でコストコに行って、実は安くない大型商品を、大量に買い込むような人には似合ってると思います。まる、というか私にとってのフリードって、すごく殺人的な運転をする車という印象があります。トヨタ版のシエンタは、高速道路の追い越し車線を、ずっと走り続けてるよな。この加速力と軽さと、乗りやすいコンパクトボディがあれば、そりゃ運転も低変化しますよね。ミニみたいに。ちなみに今の交差点の左折、大変曲がりやすかったです。ハンドルが軽いのと、前後に短いのと、あと視界がいいから、ブレーキのリリースや、旋回開始ポイントを、見極めやすいんでしょうね。アルファードに対抗するために大柄化して、そのまま消えていったオデッセイが、どうしても脳裏にちらついてくるよな。ステーションワゴン時代のオデッセイを見て、ファミリーカーとして売りたいなら、もっと大きくすればいいのにとずっと思っていた。でも、いざフリードみたいな実用性の塊に乗ってみると、オデッセイアブソルートがいいわ。過剰な大型化が何をもたらすのかって、基本的に何ももたらさないんですよね。車内にバイクでも積まない限り、でもバイク乗せる運用なら、もっと背が高い、ノアボクシーだのエルグランドだの、使い勝手のいいハイエースだよな。というわけで誰もいない道に来ました。ここで盛大に揺さぶって、先ほどのロールが収まるという動きを確かめました。映像で見てもはっきりわかるけど、やっぱ動きが大きいよな。SUV よりひどいぜ。アホみたいに背が高いせいで、こんな動きになっちゃうんだよ。バカのっぽめ。でも、一定のところでロールが収束しているの、見ていてわかります？これだけ大きく動かせれば、一体感もなんとか感じられます。ああ、大きいロールで体が持っていかれる。もう一丁、このまま左折してみる。動き自体は大きいんだけど、やっぱりちゃんと抑え込んでるんですよね。高速道路のジャンクションのところで、2列目3列目の人の頭が、盛大に横に持っていかれてる姿が目に浮かぶ。キャーロールがでかい。このことに惑わされちゃうけど、でも冷静に動きを見てみると、基本に忠実な感じです。物理的な横 G じゃなくて、圧倒的なロールで横方向の荷重を出すの、好きじゃないなぁ。後期型の86は、逆にスタビを効かせすぎてて、サーキットに持ち込まないとロールが作れなかった。でも、こんなに動いちゃうのはどうかと思う。バイクに乗る感覚で体を動かさないと、持ってかれちゃうよ。というわけで帰ってきました。エリシオンとかいう、V6 搭載高級ミニバンの脇から入ります。背が高いと狭いところでも運転がしやすいんだけど、車って、それでいいんでしょうか。この縁石の段差をガタンと超えただけでも、大きく状態が動いちゃうし、体も揺さぶられる。こんなのに維持費払ってたら、そりゃ車離れしますわ。
ハンドルスカスカで楽しめないもん。コロナショックと物価高の中で、家計の計算してたら、こんなマイカーなら手放すわけだ。というわけで無理ゲー車庫入れなのですが、意外なほどに余裕でした。あれ？今コーナリングランプみたいなのついた？とにかくですね、窓を全開にすると、肩のところまで下がってくれるんですよ。箱型のボディと相まって、顔を出しながらバック駐車すると楽勝。最後の最後に、ミニバンの良さが光りましたね。坂井雅人はぶつけてたけど、この車幅感覚のつかみやすさなら、そんなことは基本的にない。というわけでお疲れ様でした。